コメオと購買日記買ってほしいですね。ロールスロイス出せとかジープいらねえとかホラーを吹いて成り上がったんだから、朝倉みくるチャンネルやっぱさすがだなと思いましたね。会見のその事故が起きたのが16時ぐらいですよ。もう早速今日の撮って今日上げてましたね。動画上がったの多分さっきでしょ。早いですよね、編集もめちゃくちゃ早いなと思いました。対談出してたんでそっち見てもらえたらと思います。でも良、かったですね。何もないわけじゃないけど大きな怪我もなく良、かったと思います。初速がいいのは早いのはいいことですね。そうなんです、スピード感大事ですよね。あと、ブレイキングダウンの裏話してください。裏話で言うとコメオと購買日記青ズユリヒルズに来たんですよ。ブレイキングダウンの試合前にちょっと軽く飲もうみたいな感じでコメオが連れてきて飲んだわけですよ。まあ、で、飲んだって言ってもですね、まあ僕は飲む気満々で、まあそれ以外にも何人かいたんですけど、まあハイボール飲むじゃないですか。もうね、コメオと購買人気は酒を飲まないんだよ。で、なんでこ飲まないの、せっかく来たのにって言ったら、いや、俺たち、試合なんでって。もちろんそのさ、プロの人からしたらさ、何言ってんのって話かもしれないけど、ブレイキングダウンって原料甘いし、まあ体重積む、そもそも原料がそんなにあんまないんで、結構僕は飲んじゃってて、その二人の言葉を聞いた時に、あ、こいつらやっぱ本気でやってんだなと思って、いや僕も今回本気でやって、本気で勝ちに行こうと思ってやってるんですけど、それに比べたら全然甘いなって思いましたね。こいつらの覚悟ってすげえなって思って、もちろんなんか敵がアウトサイダーだから、全然ほんと油断できないんですみたいなこと言ってたんですけど、僕は相手は相手かもしれないけど、まあ、そういうとこだよねって思ってね、この二人にはね、すごい感心しましたね。で、そこからまあ自分もいろいろそういうの改めようと思って、まあすごい短い間なんですけど、より練習行ったりとか、したんで、やっぱ周りにどういう人がいるか、どういう環境かってめちゃくちゃ大事だなと思いました。適当な気持ちでやってても絶対勝てないだろうなって思ったんで、個人的には明日、まあ自分も頑張るんですけど、コメオと購買日記には勝ってほしいですね。まあ、そういう裏側の努力じゃないけど、まあ、結構練習してるっぽいんで、二人。だから、頑張ってほしいなと思います。勝ったらみんなで祝勝会したいですね。喜びを分かち合いたいなと思います。こち亀中川さん、十人力がなんかで言ってたのは、まあ、面白くないんだよね、本当に。でもセンスが本当にないですよ、マジで。本当に、本当に心の底からセンスがないなと思って、もう戦う前からあんま興味がなくなっちゃいましたね。まあ明日本当に僕は楽しみだったんですけどね、あまりにも十人力が思んなくて、マジで思わないな、こいつって思って。いろんなインフルエンサー見てきたんですよ。YouTuberを見てきました。自分の実力で、例えば女の子だったら可愛い写真とか、みんなに共感されるような写真を投稿して人気になった人、YouTube だったら、視聴者にどうやってコンテンツを届けば受けるかずっと考えて、一生懸命試行錯誤して研究して、YouTube を開けて YouTuber になって成功した人。もともと今世の中に出てる人っていうのは、自力があるんですよ。きちんとした実力があって、頭があるんですよ。この頭ね、大事なのは。まあ、十人力の場合は、たまたまブレイキングダウンというね、戦宮一材の大チャンスみたいなのに出れることができました。運はありましたと。で、そこでね、吹かしたわけですよ。武器持って10人倒したんだよ、みたいなわけねえじゃんって話で、お前本当に強いのってなるじゃないですか。だってさ、素人のさ、格闘家でもないやつがさ、武器持った相手を、10人の武器持った相手を1人で倒すんですよ。ドラゴンボールかよ、みたいな話じゃないですか。面白いからスパイリングしてみてよってなったら、もう一発で負けて、全然嘘つきじゃん。ホラ吹きじゃん、みたいな。重神少年じゃん、みたいになって、そっから逆に、逆転現象で、がついたんですよね、人気にね。あと朝倉みくるの金魚の運だって僕言ってますけど、朝倉みくるさんがそういうやつ面白いから、まあ、多分壺にはまったんですよね。だからたまたま取り上げた結果人気になったわけですよ。でも本人は別にトーク力もなければ自力もない、自分で成り上がってきたわけじゃないんだから、他人のね、ふんどしを履いてホラーを吹いて成り上がったんだから、そのホラーだってバレるわけじゃないですか。でだん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 飽きてきて、わけわかんねえ会見もするし、面白くねえなっていうね、思ってきたわけですよね。目をかけてもらったのに、まあもう、いいですよ。なんで僕こんな上に思ってるかっていうと、人にはだって散々煽るわけじゃないですか。ロールスロイス出せとか、ジープいらねえとか、どの面下げてわがまま言ってんのかなって、わがまま言いまくるんだよ。とにかくわがままとホラーを吹きまくるんだけど、じゃあ自分は何するんですかって聞いた時に何も答えないんですよ。なんか面白くないよね。覚悟ないのって話じゃないですか。視聴者だったら別にいいんですよ。でもさ、表に出る人として、やっぱその興行に出る人間として、ちゃんと覚悟決めろよって話なんですよね。で、別に何でもいいんですよ。別にお金なんていらないし、12人からお金をもらおうとも思ってないし、ね、ブランド品ももらおうとも思ってないですよ。なんか買ってくれっていうふうに思ってもない。みんなが面白いようなこと言えよって思ってるんですよ。視聴者の方が喜ぶようなこと言えよって、俺たちエンターテイナーなんだから。でも何にもないですみたいな。面白くないから帰れよって。もう本当にそれだけなんですよね。僕は興ざめしたんで、まあ、きちんと明日も終わらせたいなと思ってます。まあ、いろんなね、意見あるかもしれないけど、これは僕の意見ですよ。
もうみんなに飽きられた日記だから、はい、そういうことです。住人キッズがまたなんか言ってるよ。住人キッズが、お前の方がおもんない、お前住人日記にボコボコにされろ、猫パンチ日記。お前さ、住人キッズさ、大チュキなさ、大チュキな住人日記ちゃんがさ、わかるよ好きなのは。もう猫パンチ日記でいいよ、猫パンチ日記、猫パン日記って呼んでくれ。その猫パン日記にさ、住人キッズのさ、大チキな住人日記ちゃんがボコボコにされたら、なんていうの、クソダセえな。ちょっと面白くないね。やっぱり面白くないやつに面白くないね、ファンがつくんだよな。猫パンチ日記頑張っちゃうよ、本当に。猫パンチで倒せそうだもんな。いいネーミング、ありがとうございます。